どうもしゅうです、こんにちは。ということで本日はですね、みなわさんにお越しいただいて、就活およびまあキャリアっていうところをテーマにお聞きできたらなと思ってます。久しぶりです。久しぶりです。本当に今回は一般的な自己分析っていうよりは、みなわさんが自分のメタ認知というか自分の立ち位置とかを認識する上で気をつけていること。僕がすごいなと思うのは、ガーシーさんから好かれて、でかつメルカリの山田さんとかだからちゃんとホワイトのイカチなし、山田さん並べないでくれよ振り幅がすごいなっていうところで、それは自分の位置づけを認識してるからだなって思ってて、そういう気をつけるポイントとかは皆さんの就活してる時や若手社会人にも刺さるんじゃないかなと思ってお聞きしたいなと思ってます。俺癖なんだよね、いろんな仕事している人の中で自分の自己分析的なのをやってる量が異常だと思う。どうやってやってるんですか？要所要所で、よく新年になる時とか、誕生日の時とかみんなやるじゃん。今までの振り返りとこれからノート書いたりすんじゃん。そういう時に一日まるまるそれに使おうと思ってやるし、毎朝やってんじゃないかな。そのちっちゃく振り返って自分がどう考えてるかみたいなところ、うん、でそれはノートにどんなこと書くんですか？トゥードゥ的なのを書いてる時に、やりたくない仕事とかあるじゃん、はい、俺やりたくない仕事本当にできないの。やりたいと思って進めてたんだけど、時代の流れとか自分の感覚的にこれやってもそんな面白くなんねえなみたいなのもあんじゃん、正直、はい、俺のダメなとこでもあり、だからこそヒットを飛ばすんだと思うんだけど、そういう企画もう言っちゃったからとか締め切りだからで動かさないんだよ。ちゃぶ台返すってことですね。返すし、塩漬けにするし、うん、でも本とかって売れない編集者ってすごいスケジュールちゃんとやるの立派だなって思うんだけど、うん、要はそれってもう仕事としてやってて、はい、なんか自分の感覚とかもそんななくて、会社にこの日に出すって言われたから出すみたいな、うん、俺はそうです。会社とか関係なく自分が出したいかどうか、売れるかどうか、面白いかどうかしか考えてないから、はい、そういう仕事が生まれちゃうんだよね。これ本当にやるべきかみたいな、うんうん、ってなった時に結局原点は自分が何をやりたいかとかどういう人間かで、はい、一回そっから振り返ってもう一回モチベーション上げるために、うん、この本とかこの企画の立て付けって何なんだろうって考えるって感じ、うんうん、それが決まるとキャッチコピーとかもどんどん決まってくるのよ。全部タイトル、表紙、キャッチコピー、プロモーションとかって決まるの。なんか自分の人生とか自分の生き方において、はい、何のためにこの仕事をやってるかっていうのを整理すると、うん、例えばガーシーさんもなんでガーシーさんの本出すんだとか言われても考えて、確かに俺の友達も叩かれ始めたから気まずいなとか思うわけじゃん、はい、でも別にその友達が叩かれても叩かれなくても俺の編集者としての役割、コンセプト、生き方は、はい、ある種世間とか常識とかからはみ出しちゃった人も面白がるみたいな、うん、白でも黒でもグレーでも、うん、その人が一体どんな人なのかっていうのを本にすること自体は、うん、別に編集者としてそういうことをやる人がいてもいいと思う、うん、善悪とか肯定否定とか関係なく現象として切り取る、一番危ないとことか一番ホットなとことか一番最前線なとこにとにかく行ってその瞬間を切り取るっていうのが俺だと思ったら、うんうん、ガーシーさんの本やっぱやろうと、うん、俺しかやらない仕事だって思って、うんうん、でキャッチコピーが俺を生み出したのはこの国の不満やって俺が作ったんだけど、はい、そういうキャッチコピーも要は日本の今の鬱屈とした不満がガーシーさんみたいなモンスターを作ったっていうことを主張しようというのが全部決まってくるわけ。だからそういう俺たちが何なんだっていうのがグラグラだと、はい、ガーシーさん叩かれてるからやめようかなとか、うん、本出したけどプロモーションはあんま頑張ってやんのやめようかなとか、うん、もう全部がブレてわけわかんない仕事になっちゃう。でも俺がそれが決まってれば誰に何をと強く思ってるから、うん、これを言うと、うん、そうすると賛成はしないけどそんな考えてんなら分かったみたいになるっていうようなことをずっとやってる感じなんだよね。それはもう肌感的に自分がこういう人間だってこういう価値観だっていうのを毎日の経験から振り返って落とし込んでるって感じなんですか？自分はだから何をやりたいのかみたいなことをずっと考えてんだよね。この前テレビ局の人と新年会やった時、俺リリー・フランキーになりたかったんすよねって言ったら、はい、一番遠いよって言われて確かに一番遠い自分がどういう人間かとかって別にちゃんと分かってるわけじゃないけど、なんかこうそういう振り返るのが好きなんだろうね。やっぱりいろんな人に当てて返されて分析されて自分で腑に落ちたら嬉しい。なんかみんな好きじゃん、動物占いとか、はい、あれに近いと思う。いろんな人にみなくんこうだよって言ってもらって、うん、あ、確かに当たってるって思ってどんどん強めてって言語化していく感じかな。それ学生の頃からやってたんですか？
学生の頃は意識してやってないけど、なんかみんな言ってくれるじゃん。じゃあそっちの方向に行かない、そう思われる自分に行くっていうことですね、学生の時なんか宗教家になりそうとか言われてて、多分ちょっと今宗教家っぽいじゃん、そっちに寄ってんだと思うよ。サインとか売りつけてたからね。何者でもない時からですか。嫌がらせだけどね。サインを作って売るっていう。今同じようなことしてんなみたいな。そうやって言われて考えて外に出して、また言われて考えてっていうのを繰り返してるかな。全く自分と違う人とかの方がやっぱ面白いってなるんですか。箕輪さんの生活って結構その何百億で会社売却しましたとか、上場企業の社長ですとか、めちゃくちゃ芸術家ですみたいな人が多いじゃないですか。そこで何もないなと思ったりする時ってありますか。逆に強くなるよね。俺とか直央くんも持ってないし、資産なんてないに等しいし、社員もいないし、世界的なサービスも作ってないじゃん、でもそういう人たちと日常的に会話させてもらうことによって、俺はここは絶対負けないな、逆にここがあるからこの人たちは俺のこと面白いと思って飲みに行ってるんだろうなみたいな、だから自分よりすごい人とか全く違うジャンルで成功してる人とか会うと、より自分がそっちに行っても勝てねえなと、今からなんか普通に授業頑張って上場しましたって言ったらただのしょぼいスタートアップの一人になるけど、俺は本当の上場企業の社長とか藤田さんとか山田さんとか絶対に入り込めないようなとこに行って、入り込んで面白かったって戻ってくるような人間だから、たまに話聞かせてよみたいな。要はまともな人たちがギリギリ会えるギリギリの人なの。本当にそうだと思います。そう、俺よりあっち側の人は誰ももう会えないから、俺が唯一のその交差点にいる人だから、でもそういうところにいることによって、いやこの人すげえ勝てないわとかも、あと俺の同年齢の起業家が昔はしゃいでた人たちがどんどん社員抱えて上場前とか入って、多分資産もどんどん変わってくるの、一緒の感じで青春みたいにやってた人たちがどんどんお金持ちになるだろうしってなった時、でも俺は絶対そこを目指すんじゃなくて、違う物差しで、要はお金持ちが集まる謎のバーとかっていうのあったりで、そのバーテンは別にお金持ちなわけじゃないけど、そのバーテンの話をみんな聞きに来るみたいな、なんかそういう立ち位置だろうなみたいな。本当いろんな人の物差しに触れて自分の形が分かってきたっていう、それをやり続けてるっていう。そう、前澤さんのプライベートジェットでさ、わざわざ博多までさお寿司だけ食べ行くみたいな、俺はできんなみたいな、これ物差しバーバーぶっ飛んでますよ。俺プライベートジェット乗せてもらってるよくわかんない人ランキング1位だと思うんだよ。ドバイもプライベートジェット乗せてもらったし、でもそこでちゃんと話せる自分でありたいの、俺はこう思いますとか、人生ってみたいな話になるわけよ。その時に事業としては何もない俺が、でも編集者としてこう思うっていうのは言いたくて、そこはみんなすごい人だからこそ逆に聞いてくれるよね。ああ、そうですね。俺がでも中途半端に年商何十億の社長とかだったら、逆にもうそこのコミュニティ入れないじゃん。同じ戦いじゃないっていう、物差しが全く違うから面白がられるわけで、そこの自分の物差しとか自分の形っていうのは常に把握して、で仕事をやってくって感じにしてるんだよ。だからそこはめちゃめちゃ強いと思う。それ一定再現性ありそうですね。それこそ就活生とか、若手社会人も。就活生とか分からんけど、成功してると言われてる人は全員自分のことを語る人と語らない人いるけど、語れって言ったら5時間ぐらい語れると思うよ。やっぱそこはずっとやってんだと思う。それをやる最初は就活だからね。だからいい機会なんじゃないかなって気はする。ありがとうございます。ということで、自己分析はいろんな人の物差しに触れて自分の形を知るっていうことが大事っていうことで、皆さん参考にしていただけたらなと思います。ということで、ありがとうございました。ありがとうございます。ちょっと待って、知ってる？ダイアリーのサイトでは、その企業から内定をもらった先輩のリアルな面接動画が見放題。志望動機とか参考にできるじゃん。絶対にここでしか見られない。無料登録で今すぐ見てね。概要欄からチェック。